こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日は、海外サービスのサポートサービスは、バカな客に思い知らせるのが役,役目というお話です。オーストラリアにいるとね、あるいはアマゾンを使ってると、サポートセンター、ね、サポートの、えー、受け答えが何か全然噛み合わないと、ねえー、役に立たないというか、えー、なぜ理解できないんだろうというのをね、 たた不思議に感じてましたである日ふと気づいたのがですね、まあ、そもそもそのサポートセンターというのは、えーまあ、例えばアマゾンならアマゾン今回の例だとオーストラリアガス、えー、オーストラリアガスなりアマゾンなりがアマゾンなりオーストラリアガスのミスで、えー、お客さんに迷惑をかけてるとでそれを助けるという意味のサポートじゃなくてね、えー、お客さんが間抜けな ばっかりに、あるいはね、アホだから、えー、本来の使い方が分かってないと、あるいは勘違いをしてると、その勘違いを気づかせる、あるいはね、えー、使い方を教えてあげる、あなたが間違えてますよというのをね、えー、知らせる役割しかないんだなと、ふ、ふと思い当たりました。まあそう考えると、まあなるほど、今までのね、スムーズにいかなくて、いくらサポートに連絡してもらうが開かなかったのも、まあ、 仕方がないというか当たり前のことなんだなというのに気づいたんでね、まあ、それがどういうことかというのをちょっとお話ししたいと思いますまあねオーストラリアで引っ越しして、えー、パソコンで引っ越しの手続きをしたらなぜかね、えー、ガス代金が非常に高くなったと、ね、1399ドル1ヶ月に約12万円以上のガス代がかかると いやそんなわけねえだろうと思ってみたらね、このサプライアドレスがプール1と、うちプールじゃねえしって感じなんですけど、なぜかこのアカウントナンバーがね、プールのアカウントナンバーと打ち間違えたか、何か、何しろオーストラリアガスのえーまあシステムの不具合で私の口座に アパートのプールの代金が、プールのガス代金がね、えー、請求されることになったと。で、まあ、通常だとね、えー、この一部屋の、えー、代金だと、180ドル、約1万6000円ぐらい。ね、1万6000円が12万円ですからね、えー、全然もう馬鹿げて高いと。 で請求の内容を見ればね、これ、プールってなってるのは一目瞭然なんで、いや、うちプールじゃなくてね、えー、607号室だけどというふうに連絡して、まあ、それで解決したと思ってました。ね、わかったわかったって言ってましたんでね、契約番号言って。まあ、ところが、ねえー、もうそのまま、えー、プールの代金が請求され続けて、なんと引き落とし本をれちゃったと。ね、30何万円引き落とされましたね。 でその後を、ね、なんであの部屋の代金だって言ったじゃないかとかいろいろ言って、いつ戻すんだと、いつ戻しますって言って、で、えー、連絡すんで、でも戻されないと。ねえー、で、もうどうなってんだと、ね。えー、まあ英語の問題というよりは、もうこれサポートの問題だろうと思ったんですけど、幸いオーストラリアガスにはね、まあ、通訳サービスもあるんで、日本語から英語の通訳もしてもらってやり取りしましたけど、それでも結果は一緒。 ね、一見解決したような形で話は終わるんだけど何も変わらず、えー、相変わらず請求されたお金は戻らない、ね、間違えた請求は続くっていう形でしたでね、まあ、半年がかりぐらいで結局ね、えーまあ、カードで払ってたんでねカードのチャージバックを使ってお金を戻して解決したんですけど、まあ、そこまでやらなきゃ解決できなかった、まあ、なんでかなと思ったらこれね サポートの人が会社のミスで会社の間違いを指摘してでお客が被った不利益を修正したという仕組みがねおそらくねないのか非常に使いにくくなっているんだと思います。それよりはね客がいくら怒ろうが何しようが会社のミスはなかったという形でね処理した方うがまあ仕事上スムーズだと。 ば、ま、鹿げてますけど、そういうふうな仕組みになってると思います。で、これはね、えー、ガス会社もそうですし、えー、電気会社も電話会社も携帯会社も、えー、あるいはアマゾンも基本的に一緒です。ね、会社のミスはないと。ね、間違ってるのは客であると。だからどんなにね、えー、辻つが合わなくても、まあ、えー、客が間違えてるという形で処理する。で、当然お客さんが間違えてなかった場合には、 ねえー、修正しようがないですよね。間違えてないんで、会社が悪いって形で修正しようがないんで、まあ、その場合は、まあ、客、えー、には適当にはいはいって言って、えー、なかったことにして何も処理しないというね、えー、形にしてます。あまあ、なるほどね。それだと、まあ、サポートがちんぷんかんぷんで、いつまでも問題が解決しないのもね、当たり前だなというふうに、えー、つくづく思いました。じゃどうするかってことなんですけど、まあ、基本的にはね、えー、間違いが、 起こらないような使い方をする。あるいはね、間違いが起こったとしても、えー、ダメージが少ないような、できるだけダメージのよ少ないような使い方をするというのが非常に重要になってきます。まあ、これはね、まあ、散々、まあ、オーストラリアでいろいろ、まあ、オーストラリアはね、何やってもスムーズにいかないって言うんですけど、まあ、スムーズにいかなかった時のリカバリーが非常に大変と。ね、それは例えば、住所の登録をね、あんたが間違えたんだろうと。 あるいはね、えー、請求が間違えてると、ね。その相手が間違えてるという指摘をすると、その間違いを修正するという機能はね、サポートセンターにはないというね、えー、根本的なことに気づかなかった。これなかなか気づかないですけど、逆にそうだという前提に立つと、まあ、すべてのつじつまが合うと。だからね、いかに バカげてるんですけどね。いかにこちら側のミスで、えー、間違いを誘発したか。あるいはね、えー、向こうの、えー、損失がないような形で、えー、こうすれば問題解決できるから解決してくれという形でね、えー、サポート、あるいはその会社を使わなきゃいけないというのがあるんでね。まあなかなか、えー、日本にしかいなくて日本のサポートしか使ってないと思いもよらない、えー、仕組みなんですけど、まあ実際問題、そういうふうにできてるんでね。 えー、まあ、海外、あるある、海外のサポート、なぜ使えないか。ね、サポートは客へのサポートじゃなくて、えー、客をサポートするんじゃなくてね、えー、会社をサポートする。ね、客はアホだと。客は嘘ついてる。客はバカだという前提に基づいて、サポートしてるというのをね、えー、念頭においてサポートに連絡しないと。まあ、話がかみ合わないのみならず、えー、下手するとね、えー 異種,外種で全然意図しないようなひどい目になったりもしますんで、サポートの質が違うんだ、考え方が違うんだというのをね念頭に置いてサービスなりサポートを使うというのが大切だと実感しました。まあ、そういうのはね、考慮の上でサポートしてきますんでね、えー、前提としてサポートというのはね、誰をサポートするかっていうのがね、期待している、日本人が普通に期待しているものとは全く逆だというのをね、 覚えておいてもらうと、その私のアドバイス内容も、えー、理解しやすいのかなと思ってシェアさせていただきました。以上、天場アカデミー、堀秀夫でした。